で今日はこの判決文用紙とそれから本文とあの全てもネットで公開されているのでご関心のある方はおそらくつぶさにご覧になったんじゃないかと思いますが、でその一言一句について語るとそれはもう何十時間かかるでしょうから、その全体的なね、はい、印象と、今後にどうつながっていくかということの予測みたいなものを議論できればと思います。安富さんからです、ね、ありがとうございます。この判決文、まあ、全文読んでなくて、はい、用紙しか読んでないんですけど、はい、用紙のこの、ま、読んで、まず昨日あの大阪大学の福井先生とちょっとお話しさせていただいたんですけど、まあ、彼が驚いたのはまずこの初めにっていうのが判決文にあるっていうのがね、もうそれからしても異常事態だと。なるほど。でこんな風には普通は書かない。普通はだからこういう事件の描写から始まって、それに関する技術論を展開していくのが判決文っていうものであって、この理念っていうのが最初に語られているような判決文は、まあ、見たことがないと思う、うん、ああそうですか、ね、まあ、あるかもしれないけど、まあ、ほとんどありえないような。でまたですね、その、論理の構成の全体もですね、やっぱりちょっとかなり得意で集まってですね、でもこの始めにがあって、でそれぞれこう書く説があって最後に結論があるんですね。でもほとんどこれはもう論文ですね。でかつあのこの構成がですね、非常に厳密に取られていて非常に論理が分かりやすい。で論理が分かりやすいっていうことは普通は判決文ではないわけですね。どうしてかというとその事件の概要っていうものを明らかにして、それに関して法律がどうなってるかっていうことを当てはめていくっていう形で議論しられますから、はいはいはい、そうするとその全体としての一貫性っていうのは失われるわけです。必然的に全体的一貫性っていうのはその個人の思考から始まってそれが展開されていくっていうことですので、初めて文章では一貫するので、その技術的にあの議論しようとするとその論理の方は崩れていくっていうことになるんですが、うん、これは論理が一貫してるんですか？そうですね。ということはこれは自分の考えを書いてるわけですね、はいはい、で日本国憲法にはですね、あの裁判官についてこう書かれてるわけですよね。あの、裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束されるっていうふうに日本国憲法に書いてあるんですが、この条文は空文なんです。こういうことしてはいけないと。現在のですね、日本の司法制度においてはその裁判官の良心っていうのはそれはその個人的な良心ではなくて職業的良心でなければならない。それはその裁判所っていうものの集団的良心で、結局集団的良心って何かって、それは技術的なその転換するんだと。まさに裁判所の立場ですね。そうそうそう、立場主義で動いてることが良心だというふうにこうできてるわけですね、制度は。で個人の良心に基づかないとそれはその論理は一貫しないはずなん でそうすると必然的にその論理が一貫しなくなるって、でその論理が一貫しないように書かないような判決文っていうのは、基本的には、まあ、ありえないわけですよね。例えばそれが例えば原発を差し止める訴訟の判決だったとしても普通ならばそういうふうに書かれるはず、それがそのそうではないように書かれてるっていうことが僕は最大の驚きでした。いやそうするとね、はい、ちょっと今お聞きになっている方は混乱しておられる可能性があって、その安富さんがおっしゃっているのはこれが非常に得意な、通常の判決文から見れば得意であると、はいはいはい、でそれはしかし私たちの一般の、論理的な、まあ、感覚的なことから見ても論理的なことから見ても、極めて一貫性が高いと。そうだから普通に非常に意味の通じる文章が判決文に出ているっていうことが衝撃的なんですね。そうですね。これは例えばさっきも犯罪の深尾先生が言っておられたんですけど、平さんが私たちのコンポジウムというのに、豊岡に来てくださった、豊岡に亀岡に来てくださって、はい、その時に短い演説をしてくださったんですけども、まあ、それは今でもネットでも見られますが、それが衝撃的だったのはその意味の通じる演説が現役の国会議員からの口から出たのを聞いて僕たちすごい衝撃を受けたんですが、あの時は直ちに原発は止めるものだと、そうですね、はい、使えるものではないということを当時現職の時に申し上げたんですね。まあ、その直後に離党されたんですけど、民主党はその時のその衝撃に匹敵する。